はい、電話が終わりりままししたけどもね、えー、改めて第2部の方をお送りしますあのコインベースでの取引もなんか MUG なんとかあ要するにみずほ銀行ですかねみずほフィナンシャルグループとー一緒にこれ6月ぐらいに、えー、合同法人かなんかだったかなタッグを組んで始めるって話だったんですけどもいよいよコインベースも本格的に 日本の暗号通貨市場に乗り込んでくるみたいで、体の枝がクレジットに乗ればいいですよね。まあ、ワクワクしますね。ちょっと残念なのが、日本の取引所が海外にどん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 元気に出ていくっていう図にはなってないですよね。なんか、海外の取引所が日本に入ってきて <laughs>、どうなってるんでしょうね、これはね。うん、まあ、でも、いろいろと23日、これからの体の枝のね、期待のこととかうん、ステーキングプールの運営のこととかね、お話しできればいいなと思っております。はい。えー、では、ありがとうございました。ああまた。 次回、お話しできることを楽しみにしております。うん、もうすぐです、二十三日ね。はい。よろしくお願いします。